こんにちは、アバウト工業と申します。本日は私の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は青春18切符を利用して横浜から愛知県の名古屋ドームを日帰りで往復する動画です。私事で大変恐縮ではありますが、私夏の青春18切符を利用して毎年名古屋ドームで野球観戦をするのが恒例でして、今回は愛知県名古屋市にある名古屋ドームに行き野球観戦をして帰ってくるが旅の目的になります。よろしくお願いいたします。動画の最後に所要時間など詳細をまとめてますので、もしよかったら旅のご参考にしていただけたら幸いです。まず最初はここ横浜からの出発になります。東海道線の始発で熱海を目指します。熱海までは1時間22分の乗車です。それでは出発します。この電車は東海道線特急電車熱海行きです。今回の目的地名古屋ドームまでの往路の所要時間は6時間18分になります。始発の東海道線で横浜を出発、東海道本線を乗り継いで名古屋の少し手前金山を目指し、金山から中央本線へ乗り換えて JR の名古屋ドーム最寄り駅大曽根を目指します。帰りは大曽根発の横浜への最終が18時06分となるので、駅までの徒歩の時間を考えると名古屋ドームには遅くても17時45分に出発したとして、名古屋ドームには最大で6時間33分滞在できます。この滞在時間で野球観戦をしていきたいと思います。なお試合の途中でも時間が来た際には名古屋ドームを出発します。熱海に到着、ここでの乗り換え時間は2分と短くなっています。次は3駅先の沼津を目指します。沼津までは19分の乗車です。沼津に到着、ここでは15分待ちで浜松行きに乗り換えます。次は2時間9分の乗車で浜松を目指します。東海道本線の乗り換えはここで最後です。次は金山を目指します。金山までは48分の乗車です。今回は名古屋の手前の金山から中央本線に乗り換えるので、名古屋駅には立ち寄ることなく名古屋ドームを目指すことになります。次は中央本線で大曽根を目指します。大曽根までは8分の乗車です。
小浜を出発して6時間3分、大曽根に到着しました。ここからは徒歩で名古屋ドームへ向かうわけですが、開門まで1時間少々、試合開始まで3時間少々あるので、少し大曽根駅周辺をうろうろして時間を過ごしたいと思います。大曽根駅は JR の他に名鉄瀬戸線、市営地下鉄名城線、ゆとりトラインが乗り入れていて、駅前はとても開けている感じです。駅周辺には多くの飲食店や入浴施設などがあります。とりあえずは駅前にあったシェアサイクルを利用して周辺をサイクリングしてみます。大曽根駅から自転車で5分ほど走ると、徳川家のお宝が展示してある徳川美術館などがある徳川園があり、この周辺は住所も徳川となっているようです。この徳川にあるあんかけスパゲティの名店からめ亭で昼食にしたいと思います。パッと見ハヤシライスに見えてしまう黒目のあんの中にたっぷりの麺が入っています。スパイスの効いたあんが疲れた身体に染み渡ります。ごちそうさまでした。かなり美味しかったです。それでは名古屋ドームの近くで自転車を返却して野球観戦をしていきたいと思います。今回は5階の座席、冷房が効いていてとても快適でした。時間の許す限り野球観戦をしたいと思います。残念ながら試合が延長戦に入ったので最後まで見ることはできませんでしたが、袋に入りたいと思います。袋の名古屋ドーム横浜間は往路と全く同じ路線になります。それでは袋を少し早足でご覧ください。
にありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。